なんじゃないのかなと思いますね。そうですよ、ね、胸から一貫じゃダメだと思いますよ、はい、立ち合いをもっと厳しくしていかなければならない。そうですね、肩から行けばやはりついてくる相撲取りに対しては自分の体が起きてしまいますからね、やはり頭で行って背中を丸めることがまず大事かなと思いますね、はい。まあ、勝ちはしましたが平成生まれ新入幕の貴ノ井は、まあ、専門的な解説者からするとかなり課題も残るというところではありますが、まあ、もしかしすると首を痛めているのかもしれないですね、さあ今日は平成生まれの力士が大砂嵐増内間は直接の対戦で大砂嵐が勝ちましたが、その後は平成生まれの力士が全て勝ってきて今日最後高安の登場です。平成丸といえばこの高安が先陣を切って三役にも上がり、さらに金星も上げているわけですが、東のリポーターの狩谷さん、平成初という形でですね、いくつかそういう記録があるんですけれども、今はそういうことはもう意識していませんという話をしてますね、はい、ただやはり同じ年代の中でそういう仲間には負けたくないという思いと、あとやはり三役に早く帰りたいという、はい、この2つの思いが今強いですという話をしてますね、まあ、あのそういう平成生まれの中でどうこう言うよりもまず自分の相撲ですねと言いましたね、自分の相撲がここ何場所か取れてませんので、やはり攻めの相撲、それを早く自分の15日間ですね取り切れるようにしていきたいという話をしてますね、はい。2場所前、去年の秋場所新三役、平成丸として初めて昇進をしましたが5勝10敗と跳ね返されました。そして先場所の九州場所は相撲を見てると足が十分ではないんだろうなということも伺わせますが、3勝12敗と大きく負けて今場所は9枚目に下がってしまいました。ここからもう一度三役へ、そのためにはこの場所も後半相撲を取り戻していかなければなりません。極真法との対戦です。10両以上では初めてですが、幕下では高安の2勝極真法の1勝という両者の対戦です。翔太郎軍配を返しました。極真法が突き起こしていきますが右四つです。四つ目は極真法、高安ひねりもありますが左の上手を引いています。下手を切りに行こうという高安、少しひねりました。上手が伸びてきました高安、今度は引きつける、腰の位置を下げる、飛ばしました。なんで手を下げてあげたの？高安の勝ち、どういうの？高安が勝って白星先行としました。極真法が負けたって言うんだけど、極真法は敗れて2勝7敗と後がなくなりました。中大会だな、今忘れちゃったから。もう足逃げちゃったんだよ、逃げちゃった。立ち合いから極真法がまず離れて出ていきました。右四つになりました。舞の海さんどうですか？高安先に上手を引いています。そうですね、まあ、お互いにまあ、十分組んでますけどね、まあ、十分両方のこの回しいい位置を取れませんよね、うん。ただいまの決まり手は寄り倒し、こうして、まあ、寄っていくこの形を見ていてもですね、この締め込みの高さが全然違いますね、高安はまあ左の上手少し伸びてますけれども、まあ、完全に伸びきってはないのである程度引きつけられたんですね、うん。あれもう少し上手を浅く、なんて言うんでしょうか、はい、しっかりと引いていれば、もっと楽に勝てる感じはするでしょうかね。うん、そうですね。逆にこの極真法はですね、これあれだけのこう身長がありながら、こう四つに組んでいてもですね、なかなかこの、あの技術が、はい、四つ身の技術がないものですから、勝てる相撲